モロッコディルハムは、モロッコの通貨。ISO4217 の通貨コードは m a ト通貨記号は、で、DH や DHS といったら点文字での略式表記も用いられる。補助単位は100分の1の3チーム。モロッコディルハムは、モロッコの中央銀行、国立アルマグリブ銀行によって発見される。 西サハラのモロッコ実行支配地域でも事実上の通貨ともなっている。1882年に近代的な通貨制度が導入されるまでは、モロッコはファルスを単位とした銅貨と、ディルハムを単位とした銀貨、バンドキを単位とした金貨を発行していた。1882年からは、ディルハムは、モロッコリアルの補助単位となり、1リアルイコール10ディルハムであった。 1960年に再度ディルハムが主要、通貨単位となり、その際フランに代わって導入されたが、フランは1ディルハムイコール100フランとして1974年まで使用され、その後フランは3チームに置き換えられた。1960年に1ディルハム銀貨が導入された。その後1965年には1ディルハムにッケルか、5ディルハム銀貨に変更された。 1974年3チーム導入に伴い、1、5、10、20、53チームと1ディルハム硬果が発行された。13チーム硬果はアルミ化、5から23チーム硬果は真鍮化、それ以上は白銅化であった。1980年に5ディルハム白銅化が追加され、1987年にバイメタル化に変更された。 このバイメタル化は、グレゴリオ歴とヒジュラ歴の二つの小読みによる年号が記されている。13チーム効果は、新デザインが導入された1987年のみ、発行され、またその際53チーム効果は新たに、大きさや材質を変更し、1、2ディルハム効果として発行された。新5ディルハム効果と10ディルハム効果ともに、 バイメタル化で1995年に発行された。2002年にニディルハム博銅化が発行された。ありがとうございます。